ガイルね。ガイル顔めちゃくちゃかっこよかったね。ああ、とか、あの、技はあれか、CA の、CA ゲージの、あれによって変わんのか。じゃあ見た目ほどダメージ高くないのか。なんかダメージ高そうに見えるけど、実は高くないよ。トリガー起動がスパコンゲージでできる。あ、そういうことなのか。選べるってことか。なるほどね。じゃあ、幻影人みたいな扱いってことだ。CT言うならね。みんなありそうだね、そういうの。全キャラ。強くなるモードみたいな。ファイルはでもまあ、興味あるね。見た目は良かったなぁ。性能はわかんないけどね。顔はすごい好きだなっていうか、かっこいいな。ストシックさんがやる見た目として。うん、結構好きだったよ。顔はね。ただなんか、ちょっと思ったのはヒットストップ長いのかな。そうだよね。ちょっと気になるな。確認しやすい。まあ、ゲームは、初心者とかが入ってきやすいように展開をあんまり早くしないようにした。まあ、どっちかっていうと、ヒットストップの長さは、新しく、その書き下ろしたモーションを、じっくり見てもらいたいから、あれぐらい、なんていうか、ヒットストップ長めにしてるっていうことはあるかもね。結構あるあるじゃない?新しいゲームの。PV 用に遅くしてる、まあでもそんなわけないか、さすがに。ただまあ、モーションはやっぱ新しくなってるから見てもらいたいと思うし、ヒット確認が当たり前になったから、上級者との差をなくすために誰でもヒット確認できるくらいのヒットストップをつけたってこと?まあ意図はわからんけど、ただまあ、どうなんですかね。あんまりヒットストップ長くてよかったことないような気がするけど。長すぎてか。今までヒットストップ長すぎたゲームは、スト5の最初です。どんなゲームかわかんないからね。ヒットストップが長い方がいいゲームがあるのかもしれない。今日はスト2発売30周年。スト2って今日出たの ?30 年前。あ、確かに俺が11歳だったけど。6月の今日何日だ ?10 日?ん?スト6発売が40周年の日になる。あ、6月10日。ちょうど1年後だじゃん。はい。ガエルヒゲ生えててどう思いました?はっきり言って、俺好み。髪型以外は完璧。完璧、なんか服装はなんか、なんか前の、今までの服装じゃないんだなっていう違和感はあったけど、顔はかっけえなと思って。ただ、髪がなぁ。あ、でもあの髪型じゃないともう誰だかわかんないからなぁ、もはや。ガエル47歳なんだ。ガエルの髪ダメな。ダメなんつうか。海軍でヒゲはありえない。あ、そうなんだ。ガエルの話はもう終わりましたか?ガエルの話は何回かしてるよ。顔が好きです。ただヒットストップ長いのがちょっと気になります。怖いです。服はちょっとどうなのかよくわかんないねっていう。スト6で嫁ちゃんが最初に触る気は何になるかもしれない。まあ、竜とガエルはやるでしょうね。とりあえずね。ただシステム的にアーマー、それから、ブロッキング、前捨てっていうか、なんか、ね、システムの方のダッシュ、システムというか、ドライブゲージの方のダッシュ、それから、まあ、V リバーはいいとして、まあ EX もいいか。なんか全体的にちょっと、過去作でガイルが苦しんだ系のシステムじゃねって思うんだよね。スト4のガイルって、セービングがきつかったんですよ。結局ね。オープンワールドで一人モード。いや、やるんじゃない?オープンワールド、念願のオープンワールドをまさか掲げてやることになるとはね。ルークは触らないですか?なんかリュウとルーク同じぐらい強くて、同じぐらい面白そうってなった時に使うのはリュウだよ。で、ゲームありがとう。そう、ためキャラはセービングを活用しにくい。そうなんだよね。なんか、だからそこら辺の、ためキャラってだけでシステム恩恵受けづらくなるっていう、
あるあるあるじゃない、あるあるがね、ストリートファイターシリーズあって、だからあのなんだっけ、スト5で、あ、そういえばじゃあスト、カプエス2とかでもさ、ブロッキングとかさ、ピーグル、ケーグル無駄にきちいのよ。ストニック打つ意味ね、なくてさ、で、技単発だからさ、相手も仕込みたい放題でさ。うん。まあさすがにそういうゲームにはなんないとは思うけど、ちょっと嫌な予感がする。逆にそこの問題解決するんだったら、ガイルは、やっぱりやりたいキャラの、筆頭というか、まあ、竜かガイルかなって感じだけどね。ソジックさん、モーションが重そうでしたけど、どうでした？それはちょっと気になってんですよね。それはやっぱみんな気になったんじゃない？あれ？なんか重そう。大丈夫だよね？大丈夫だよね？っていう感じ。あえてジェイミーで行こう。ジェイミーってのはどんなキャラか分かってない。ごめんなさい。カポエラ？ググありがとう。あ、ブレイクダンス。ブレイクダンスってことはね、ダックフェングみたいな感じか。吉尾さんに一石投じてもらおう。いたなぁ。そして死んだ。一石を投じ、そして死んだ。投じちゃいけない一石があったってことかなぁ。篠田いつもありがとう。ツイッターのカプコン赤にガイルのピーバーありますよ。服がちょっとなんかあれなんだよなぁ。ラピュタに出てくる人みたいなんだよな。顔マジかっけぇなぁ。ちょっと待ってね。顔はね、マジで、マジでかっこいいと思う。うん、誰これデザインしたの？ 6 のガイルの顔のかっこよさ結構すごいと思うよ。めちゃくちゃかっこいいガイル。ニュースのとこ見ればいいのかな？プレイトレーラーってやつ？めちゃくちゃかっこいいよなぁ。ガイルめちゃくちゃかっこいいよ、ほんと。服ちょっとあんま好きじゃねえな、でも。ごめんなさい。服あんま好きじゃないわ。でも、顔めちゃくちゃかっこいいし、そんなあれこそでどうにでもなるから。顔はいじれねえからさ。ちょっと待って。音って、音が出、あ？音出るかな？ちょっと待ってね。あ、出るね。出るわ。じゃあこれで見るか。いますか。音量注意だな。ちょっと待ってね。これぐらいにしといてもいいかな。え？これつべ？え、でも公式だよ、だって。公式だけどダメなの？大丈夫？公式サイトのはつべ。ほんと？もう大丈夫じゃん。いや、かっこいいから、マジで。服がなぁ、かなり体でけえなぁ。演出が。これ V トリガーだよね、絶対。スカイラブハリケーンみたいになってるもんな。いや、かっけえ。マジかっけえんだけど、顔。技がでもちょっとね、キャプテン翼だね。かっこいいね。いや、正直、顔とかは、でもね、顔は S。顔に関しては S 評価を上げます。で、服は、好きじゃない。正直。B かな。ABC で B かな。で、技、新技の感じは、必殺技に関しては、まあいいんじゃないって思った。まあ A。A かな。ただ通常技がちょっと、なんか、やっぱ重いなって。そこがすごい気になる。通常技はちょっと不安。不安だなーっていう。B ですかね。ちょっと怖いんだよなー。うん。もっさり改善要望は出しておかないと危ない。まあやってないから、あれがやってみたときに、まあどういう、なんていうのかな。手応え？手触り？なのかってわかんないからね。それこそなんか鉄拳とかさ、バーチャとかってあんぐらいの感じじゃん？多分。バーチャは違うかな。うん。慣れれば違和感ないっていうか。でも大事なのは多分、なんかそのゲームの展開のスピードの方だと思うから、展開が遅くないんだったら別にあれぐらいヒットストップあっても、まあ、いいのかなと思うんだけど、ただまあやっぱヒットストップをでかいと展開遅くなっちゃうよな、どうしてもな。いや、そんなことないかな。ごめん、そんなことないな。なんか、技をガードさせて、まあ、フリフレみたいなゲーム性だったから、5が。まあ、4もなんだけど。てか、3もなんだけど。そこら辺いじってくれるだけで、結構、展開早くなるから、ヒットストップが長くても。最初から EX3 回使えるんやね。ああ、まあね。